PKO、国連平和維持活動、松井塾です。さあ、ようやくラストになります。しんどいっす。これ多分2時間ぐらいかかってんちゃうかなと思うんですけど、ものすごいしんどいんですが、ざっくりと説明していきます。PKO っていうことになります。日本は、自衛隊持ってますよっていうことになるんですけれども、要するにじゃあ何の貢献もしなくていいのかって話です。ね、世界で何が起こっても自分たちの国は安全であるから別に他の国がどうなろうが俺知ったこっちゃねえわっていうふうにはやっぱそれはいかないわけなんですよね。それが要するに日本がすごい弱小国家だったりした場合に関してはいいんですけど、要するにこれだけお金があって豊かな国がありますって言って世界で要するに何かが起こってますって言って何にも国際貢献しなくていいですよとは多分世の中ならないんですよね。だから最近ではこの PKO っていう活動を自衛隊はやってます。はい、こちら。PKO。自衛隊がやってる行為。まあ、自衛隊だけじゃないです。文民に要する警察官とか、一般市民とかも行ったりするんで、実は自衛隊だけじゃないということを覚えておいてください。で、自衛隊だけじゃなくて、警察官だったかな。警察官とか、自衛隊とか、一般市民。一般市民からの、応援部隊っていうのも、これ死者出てます。この活動。で、地味な活動ですが、決して地味な活動はないと覚えておいてください。国連平和維持活動っていうのは、直接的に戦闘に立って、こう、ピストルでバン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 撃つって、そういう活動ではないんです。戦争に介入するとか、そういうことではなくて、戦争が終結した地点、もしくはある程度戦争が終わっている地域に対して、例えば給水活動とか言って、水を要するに送り届ける活動をするとか、地雷の撤去ですね。地雷の撤去。つまり要するに地雷ってばらまかれたりして、そのままほったらかしにしてると、子供たちが爆発しちゃったりして死んでしまうっていう危険性があるわけじゃないですか。で、もう一つが何かっていう形になるんですけど、国連平和維持活動っていうのは何かっていう形になるんですが、もう一つはですね、機雷ですね。機雷っていうのは、まあ、機雷の撤去って言うんですか、まあ、船があったとするでしょ。船があったら、この要するに海の中に爆弾を仕掛けとくんですよ。爆弾を仕掛けとくんです。で、要するに、戦艦とか、でかい船がやってきたら、この鉄に反応して、これが要するに、ブーッつって、こう、ひっついていくんですね。で、ひっついていって、これが、ぶつかったら、爆発するっていう形をとっているのが、これ、機雷って言うんです。地雷の機雷って言うんです。機雷。はい。で、この機雷を撤去する作業なんですけれども、どういう作業をするかっていうと、木の船なんです。木造でできた船を使って、木でできた船で、こうやって、えいしょって手で漕ぐんですね、まず。手で漕いでいって、で、ここの深海にある機雷を、こう、そーっと取り出してですよ。取り出して、爆発しないように、信管を抜いて、冷却して、作業をするという風な活動をします。これが PKO の機雷撤去作業とかいう形になるんですが、こういう作業をやります。で、もちろん、やってること自体は、地味な作業、まあ、地味ではないんですけど、地味な作業、どちらかというと地味な作業なんですけれども、まあ実際には世界の平和のために、こういった活動を自衛隊がやっているというふうな形になりますね。はい。まあ皆さん覚えておいてください。PKO ってことです。直接戦争行為をするわけではないですが、世界の平和のために活動する活動のことを、国連平和維持活動というふうに言います。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。で、何回も言ってますけれども、これを見ているだけではダメです。いつかこれを見ているだけではダメです。で、きちんと要するにもう一回教科書に戻って、そして勉強をし直していくと、ね、この勉強をし直していくで、しっかりと復習を積んで中間テストであったり期末テストであったりっていうところに臨んでいきましょうねって、しっかり勉強していきましょうねというふうな形になります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。